航空自衛隊松島基地で今年初めてブルーインパルスの飛行訓練が行われました。航空自衛隊松島基地のアクロバットチームブルーインパルス、先月21日の飛行納めから15日ぶりの訓練です。機体の安全点検をした後、4機が次々に離陸し、新春の青空へと飛び立ちました。今日は牡鹿半島沖の金華山上空まで飛行し、およそ30分間機体状態の確認やアクロバット飛行の訓練を行いました。年取ってから楽しみでやってるから、それが生きがい。やっぱこの迫力がいいんだね、飛ぶね。去年は全国各地のイベントなどで22回の展示飛行を行ったブルーインパルス。今年は今月20日に埼玉県で行われる入間航空祭で初めての展示飛行を行う予定です。